疲れ様です。おお。年末最後に屋根あるって言っとったよね。いや言ってました。うん、それがここだったって。ここ本社の屋根ですね。うん、そうだって。俺も初めて上がったけどよ。あ、そうなんですか。ここ、うん、屋根上がったことねえよ。下ぐる外周しかもうあらんもん。まあそうです。足場組まなわからんもんね。はい。初めて上がったけど。はい。これは意外とすごいね。ひどいですか。ひどいね。今何やってるんですか。今下塗り。はい。洗浄して懸念してよ。はい。下塗り言っとんだけどよ。はい。まあひでえね、ここまでスレートひどいの見たことねえな。あ、そうですか。ところどころ補修もしとるしよ。はい。穴開いて。あの色が強いところ。そう、あそこ乗ったら落ちるだよ。マジですか。そのまま。俺は落ちんぞ。落ちんぞ俺は。最近寺木さん多いですね。何を出るのが。よいしょ。まあ、いいか。はい。俺レギュラーじゃねえでな。ちょサブだな俺。いや、もうレギュラーっす。たまに出るでいいんだ。たまに出るで。毎回出とるとよ、またこいつかってなるだろう。もう作ったらいいじゃないですか。え、作らないですか。もう何を。テラギスチャンネルです。あ、チャンネルか。サザエチャンネルでもいいけどな。サザエチャンネルです、ね、うん。確かに最初なんかやってましたね。あ、なんか登場シーンがある。ハロー、ビビット道場さすらいの天才カメ。もう最近ではあんまり見ないですけど。え、最近あんま見ないですけど。最近見んだろう。作んないですか。あれ、はい、どうしような。あ、あるんだけどよ。え、あるんですか。あるんだよ。素ではやらないよ。もうみんな忙しくて。おう、もう撮影 OK のところが寺木さんの現場ぐらいしかないんですよね。ちょ、俺だって無理やりだぞ。無理やり。本当はもうあのウッドデッキで仕事をしたんですか。本当はあのウッドデッキ割りだったんだけど、ちょっと早すぎるもんでさ、はい、なんかねえかなって言ったら、あの屋根あるぞって言うもんで、はい、あ、でやりますって言ったら、ここの屋根だったっていう。それで最後にひでえとこ入ったな俺。ひでえとこ。これなんでこんなめくれてるんですか。これ前回のキュート膜、はい、だね。これ全部何塗ったか分かんへん。これもうペリペリっすね。ペリペリになっとるもんで、素地が出ちゃってるもんな。これなんでこうなっちゃうんですか。ここまでなると、はい、どうだろう、下塗りに打ったのか、何を打ったのか、打ってないのか、はい、分からんね。あ、そうなんですか。綺麗にペリペリになるで、はい、打ってないかもしれんし。マジですか、うん、これ、え、最後の打ったのいつなんですかね。これこの知らん、全く知らん。あ、知らないですか。この、うん、もともとあ、塗ったったやつを倉庫にしたのか、はい、あ、はいはいはい、うん、貸し倉庫、はい、か、ま、丸裸の状態だったのかで、はい、誰か塗ったのか、はい、分からん。いや、こんなになっちゃうんですね。なるなる、ペリペリだろ、はい、くっついとるとこもあるで、はい、多分そこはあのちゃんとしっとり入ってるかもしれない。どういう下塗りやり方したか分かんへんもんな。で、今それはまた下塗りを入れて、お、下塗り入れてでまた塗るんですよね。また塗るんだって。あ、そう、屋根でなんかあれ言ってますよね。あの高級刷毛使うって。屋根使おうと思ったけど、はい、あ、使えん。え、なんですか。ダメだった。あれ油性用なんだよ。はい、あの上塗り水性なんだわ。え、それどうなるんですか。使うと、使うともう団子みたいになっちゃう。あ、団子みたいですか。あのくにゃんってなっちゃう。くにゃんと腰が砕ける。あ、そうなんですか。もう使い物ならなくなる。くったくったで。まあ、そしたらまたすぐ元に。またまた杉本に言うんか。ていうか、あれまだ行ってないだろう。あいつ結局行ってないですよね。行ってないだろ、あれから。これ今下塗りなんだけど、はい、これで終わりじゃねえんだよ。これ一回塗ったら、これ一回塗ったら、なんかテカテカしそうで、これでいいなって思うんだけど。はいはい、はい、してますね。テカテカしそうです。これでよくね。いいっすね、本社なんで、うん、よくね、これで。いいやろ、これで。でもこれってこんな汚い状態で下塗りしてもいいんですか。え、こんななんか汚い状態で下塗りしてもいいんですか。お、いい。これもう固まっちゃったから。ボコボコなっちゃいます。ボコボコなっちゃってる。あ、なっちゃってますね。なっちゃってる。なんでこのボコボコ感がいいんだって。え、ボコボコ感がいいんですか。このボコボコ感が。なんですか。一回キュート前の塗料が剥がれたところだろう。はい。で、いろいろデザインになってるか。はい。デザインがいいんだって。あ、吹き付けみたいな感じ。あ、そうそうそう。デザインがいい。なかなか出せんからだで。そうですよ。この天然の。ダメか。
手抜く職人多いんですかね。屋根はね。あ、そうなんですか、うん、下から見て見える屋根ならいいけど、はい、あの勾配がきついと見えるが下からでも、はいはいはい、緩やかなやつだと見えんでね、はい、折るっちゃ折ると思うよ。あ、悪い職人だと思う。悪い職人。テレビさんは悪い職人一番下の色は大概みんな入れるんだわ。はいはい、はい、その次、はい、次同じ色2回塗るんだけど、あの1回のとこで逃げるやつも。あ、そうなの。それは なんで2回入れるんですか、同じ色。1回だとね、はい、あの効力が全然ない。1回だと効力だいぶ薄いで、ね、年数経つと分かるんだわ。はいはいはい、実際塗った当初はもう分からんけど、はい、年数経ってくると分かるんだわ、はい、これ1回しか塗ってねえなと、うん、2回塗っとるとやっぱ違うんで分かるんだわ。あの素人だったら分からん、プロが見ると分かるもんで。かっこいいっすね、うん、だろう。悪い職人だと思えないです。悪い職人悪い職人だと。おーい、お疲れ様です。来たか、本当に再熱の塗料です。おー、そうそう。どうですか、これ。はい、お塗りやすいぞ。あ、塗りやすいですか、やっぱ。塗りやすい。あの、似たようなジャルあるんだけど。はい。そっちよりか、やりやすいぞ。本当ですか。どういうところが違うんですか。どういうところが違うんですか。塗るというよりよ。はい。乗せる。ああ、はい。っていう感じだったんだけどよ。はい。重たくてよ。あ、はい、はい。硬くてよ。塗りにくいんだわ。あ。だけど、こっち同じなんだけどよ。はい。こっちは塗りやすいわ。本当ですか。普通の水性塗料塗っとるみたいなのよ。もう全然違うんですね。全然違う。塗っときはやりやすいや。ああ、いや、これで塗りにくかったらめちゃくちゃ言うつもりだったけどじゃあもう大満足っていう感じですね。なんかね、おすすめしてもいいぜこれ。あ、本当ですか。こんな風にいかんのだわ。あ、そうなんですか。重てえし。あ、塗りやすい。塗りやすいですね。あ、塗りやすいですか。もう作業はかどりますね。まあ、ちょっと高いのがあるだけな。あ、そうですね。とあとあれですよね、実際に熱をどう。あ、熱だ。通さないかっていう、まあ、でも実験で見る限りではそうですね、めちゃくちゃ断然違う。インチキしてなければあれがまあ、インチキしに来んだろう今年の夏に検証ですね。夏に検証するのが一番いいな。そうですね、夏に検証が一番効果出るじゃないですか。そうですね。ちょっと締めというか仕上がりというかそういうのを見てもいいですか。仕上がりか。はい。お、まあそこはよ。あ、そうですね、できないです。穴開くでよ。はい、できないですけど。おお。あ、これって2回塗りでしたっけ。まあ、2回塗り、まだ1回目。あ、1回目。じゃあ2回目もありますね、うん、あそこぶち落ちてもいいようにやったんで、わざわざ広島から紹介しに来てくれて、名古屋まで来てた新幹線に来たって言った。そこまでいい商品っていうことなんですよね、多分。うん、そこまで行く価値はあったんだろうね。うん、まあ材料的には俺はいいけどね。ああ、塗ってた感じは。塗った感は。なるほど。だって、あの、めちゃくちゃ余るぞ。あ、余ります。めちゃくちゃ余るぞ。マジですか。なんて、だって、あの、伸びる。あ、一回つけたら伸びがいいもんで。はいはいはい。無駄なく使えるみたいな。そうそうそうそんな感じで。じゃあ、また来年会おうこれ、年始に上がるんですけどね。あ、年始に上がるんか。そうですよ、るんか。今年もよろしくお願いします。じゃあ、今年も、そうか、今年もか。そうですよ。お願いします。いや、今年も見立てあ、つまらんやつもあるかもしれんけどさまた